こんにちは、アツです。ニコラス・ノートンです。高桑翔太です。皆さん、僕の漫才の相方ですよ。はじめまして、どうもよろしくお願いします。初登場、よろしくお願いします。くたびれたおっさん、くたびれたおっさんっていうので、今回はちょっとね、ゲームをやろうと思っていて、はい、英語伝言ゲームをやろうと思います。よーし、ちょっとお笑いのバラエティっぽいから、ね、バラエティっぽいね、はい、俺たち全然やらないから、ね、やらないです。あ、そうなの。お前がいるからで、じゃあニックがね、英語で何かを高桑さんに言います、はい、で、高桑さん全然英語わかんないですよ。わかんないですね、僕、はい、で、それを頑張って聞いていただいて、うん、それを私に伝えてください。わかりました、はい、こういくわけですね。そうですね、で、私が正しい答えを出せるかっていうのをちょっとやってみようと思います。だから例えば僕は This is a pen って言って、彼がもちろん英語わかんない。舐めすぎだ。This is a pen わかる。あ、わかる、全然わかる。了解、はい、よし、はい、じゃあその間私はこれヘッドホンつけてちょっと聞こえないようにしておりますそっちに聞こえないの？そういうの。これね、ノイズキャンセリングがあって、しかもこれからほら大音量で音楽かけます。あ、なるほどね、いいと思います。はい、はいはい、じゃあやっていきましょう。はい、早速、はい、じゃあ音楽かけます。はい、今大音量でかけてる。あ、いや、聞こえないですか？うん、聞こえない。いや、聞こえてる、聞こえてる。ここ今すごい古典的なボケしてました今ここ触ったら聞こえるの、これ。あ、そうなの。そう、だからちょっと待って。 OKOK、okay, okay.ちょっと確かめましょう。びっくりした今。俺最近アッツの英語が下手になったと思うんだよな、うん、全然英語ちょっと下手くそなんだよな。聞こえない。聞こえない。おーおー、聞こえなかった本当に。絶対それで怒ると思った。はい、言うよ。うんうん。 He's the one on the right。 ん？ He's the one on the right。 OK、 あ、簡単、これ結構簡単かな、うん、はい。 He's wanna be Dane。 He's wanna be, he's wanna be Dang。 まあ、よく発音すると He's wanna be Dang。 え？ Rain？ Yes。 He's wanna be Dang。 あ、 He's gonna be light。 じゃあ僕は答えますよ。はい。 He's the one on the right。 え？ He's the one on the right。 He's the one on the right。 俺もちょっとそもそもが続いてない。ちょっと自信がなくなった俺。例えば He's the one on the right。 あ、右の人ってことね。右のやつ。いきなり結構難しいね。難しい。 He's the one on the right。 結構短いやつ。なるほどね。うーん、予想しないもん。 He's the one on the right っていう文章。なるほど、それは仕方ない。じゃあ毎回それは練習でした。 OK、 練習でした。 OK、 危ない危ない。練習ない。はい、うん、OK。A busy Monday morning。 A busy Monday morning。 はい、2回言いました。よし、途中が分かんないな。 A busy Monday morning。 お？ A busy、 A busy Monday morning。 Busy？ A busy Monday morning？ 月曜の朝に美人を見つけたみたいな。 A busy Monday morning。 A busy Monday morning。正解！やった！おお、何？美人？あ、busy、忙しい月曜日の朝。ああ、はいはいはい。やった。いけるいけるいける。来てる来てる。はい。あのね、僕あれなんですよ。英語ね、喋ることはできないんですよ。発信は。ただリスニングに関しては、やっぱりね、もう10年以上横にいるわけなんで、もう天然のスピードラーニングがいるわけなんですよ。僕の隣には。いやいや、先のやつ全然できなかったじゃん。いやいや、さっきのやつはさっきのやつで、でもスピーキングができないだけですもんね。はい、聞き取りはいけます。はいはいはい。スピードラーニング何年目ですか？スピードラーニング、もう11年目。はい、スピードが。OK、 OK、 OK、 もう一回やるね。うん、はい。 Tell her to call the doctor。 Tell her to call the doctor。 ん？ 2回だけ。え、そんなルールあったの？あ、じゃあいいよ。もう急すぎ、うん。Tell her to call the doctor。 変わってない？なんか Tell her to call the doctor。 はいはい。ちょっとわかんない。普通にでも聞こえたいこと言って。面白いおぎりを考えてます。いやいやいや、僕本当はちょっと、でも日本語でしか聞いて、日本、いいですか？はい。寺でコーラ飲んだ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 。リズムどんな感じですか？いや、これだって。まあ、寺でコーラ飲んだ。あ、寺でコーラ飲んだ。寺でコーラ飲んだ。 Tell。 でも Tell。 Tell us。 おう。
コーダ、コンダ、ロー、コーダノーダ。え？もう俺めっちゃ答え言いたいよ。またできるからいい。じゃあお願いします。Tell her to call the doctor. Tell her. ちょっとね、言うね。Tell her to call the doctor. Tell her と。Tell her. Tell her to call the doctor. なるほど。彼は医者を呼んだ。彼女。Tell her で call the her とか聞こえてないですね。僕には。Tell her. そう。英語は実はね、まあこういうルールがあるね。H がなくなるの。Teller になっちゃう。Tell her が Teller になる。うん。なるほど。Teller。もっと知る。いや、難しいよ、それは。嘘。もっと優しくやった方がいい。もうちょっとゆっくり言ってよ。はい。はい、OK、いいよ。OK。難しいですよね。難しいですね。Teller to call the doctor。はい。Five apples and one orange, please. Five apples and one orange, please.Five apples and one orange, please. Pineapple. Five apples and one orange, please. 全然わかんない、本当に。拾えてないな、単語。うそ。音だけでいきます。お願いします。Five apples, ten, 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 ten. もう忘れるのよ。長くて忘れちゃうのよ。じゃあ、ゆっくりでいいの。ゆっくりで。ゆっくりでいいの。あの、単語単語って、まあ、ちょっとゆっくりで。OK。はい。はい。いいですよ。うん。Five apples and one orange, please. Five apples and one orange, please. ああ、わっ、うん、簡単だね。はい。うん、はい、いいよ。OK です。もうそれすごく簡単にして。うん。Five apples and one orange, please. Oh. Five apples and one orange, please. そうです。Oh. そうです。ああ、そのゆっくりだったらわかるわ。あとでも面白くないじゃん。もう間違いようがない、間違いようがない。でも全然わかんないわ、その速さで言われたら。ああ、なるほどね。パイナップルに聞こえるもん、ファイブアップルが。じゃあ最後やりましょう。最後、はい、じゃあ最後はどんな感じにするの。ああ、どっちがいい、速い、ミディアム、スロー、速い。ああ、ネイティブでいく。あ、レビューアップチー。 OK、 じゃあネイティブでいきましょう。Atsu is a handsome man. Atsu is a handsome man. Atsu is a handsome man. もう一回？まあ、いや、まあ、OK、OK、OK。 はい。おぉ。うん。こう短かった。すごい。自信ある。はい。Atsu is a handsome man. おぉ。Handsome man. Atsu?Is a handsome man. そうです、やったー。結構ネイティブで言っちゃった。違う、上手くなってんじゃん、いきなり。ちょっと最後ちょっと上手くなった気がする。ハンサムがハンザムみたいな。ハンサム、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 ハンサム。 If I could have any power, I would choose to fly. If I could have any power, I would choose to fly. If I could have any power, I would choose to fly. よし、難しい。 I got in the power, 宇宙 is fly. I got in the power. ちょっと日本語混ぜるのやめてもらっていいですかね。どこに混ぜるんですか。宇宙、宇宙ズ、宇宙ズ、YouTube in the fly. In the fly. I got this power, YouTube is the best. If I could have any power, I would choose to fly.あー、全然わかんない。そう、あれ日本語で言うとまあもしスーパーパワーだったら、うん、飛ぶのが一番飛びたい、飛べるようになる。あー、え、ゆっくりちょっと言って。 If I could have any power、 全然聞こえてない。 If I could have any power、うん、I would choose to flyChoose. ああ、それはちょっと無理だわ。難しい。だって難しいやつにしてって言ったじゃん。はい、はい、ということで伝言ゲームをやってみましたが、はい、全然わかりませんでした。皆さんも、はい、もし友達とかとやってみて面白いかもしれません。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。